ど40、稚内まで235キロ、ここから今道の案内がありました。で、札幌から北見へ行こうとしたり、稚内へ行こうとした時に普通にこの道に入ってくる場合があるんですね、ナビもね。で、北見に行く場合はナビはさっきの私が取った道でもいいんだけど、ここで、右に、あ、行けばいいか。はい、ここで行けば上川愛別だって、北見網走方面になります。愛別で無料の高速に乗ってもいいし、この今ピップで、少し行けばそこで高速に乗っても北見に行くことができます。北見遠軽周りでですね。ピップ駅が、あのピップの市街地が左です。王さん、ピップの王さんのお家が、ここまっすぐ行って、近くに行きます。左にピップ神社、なんかここね花屋がいっぱいなるときあるんですよね。花だらけっていうか、何の花かな、筋かな。